ダイエットウーロン茶やめたの。ああ。でも結構、今俺痩せたけどね。あ、ちょっと、ちょっと。ほんとずっと一日一食で結構来てたんで。まあ、これはさすがに太るなと思うけど。可愛いグラス、これ、前々のやつ、これね、ローソンだっけな。ローソンだかどっかが、多分ローソンだけど、なんかコラボするのよ。マイメロとかと。たまに。で、この中にゼリーが入ってて、で、ゼリーを食べると、その中に入ってるね、桃のピーチゼリーがあるんだけど、そのゼリーがまためっちゃうまくてね。で、あとはこのコップを、なんかこう、コップの中にゼリーが入ってて、で、そのゼリー食べた後に、このコップを、普通のコップに使えるみたいな。サンリオとのコラボ商品とか、たまにローソンに出る。で、結構人気ですぐ売り切れるんですよ、それ。結構毎回。で、結構ね、もうね、それ逃したら買えないから、メルカリとかで、なんか転売してる人とかもいるし。うん。いや、家で自炊なんかしないですよ。うちの親がそんなことするわけないじゃないですか。料理しないんですから。うまいね。最近キムチはあんま食べてないかな。キムチって美味しいですよね。ちっちゃい頃キムチとか何が美味しいんだろうと思ってたけど、大人になってキムチの味の良さが分かったわ。なんかただ辛いだけのキムチは美味しくない。なんか辛い中に旨味がないと。うまみと辛みのバランスがいいやつ。両方兼ね備えてるのが美味しい。卵入れたらもっとうまいね。でもさ、ここに卵入れてもさ、生卵になっちゃうじゃん。ただ生卵入れただけになっちゃうから。あー、匿名の方からお花見に来た。おはいか、おはいか、おはいか、アラブの和石を一つ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソファーで。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。このラーメン美味しいっすよね。うん。辛味噌ラ、仙台辛味噌ラーメンっていうのがもっと好きなんですけど、これも美味しい。うん。これを鍋に移し、このスープを鍋に移して、ご飯を入れて、で、こう、煮立てるんですよ。で、そこに卵を入れて、卵溶いて入れて、で、卵がちょうど、ちょっと固まるぐらいの雑炊感みたいな感じにするとめっちゃ美味しそう。でも、ここに生卵ぶち込んじゃうと、もうほら、そんなに熱がないからさ、もう食べた後だと。うん。そっか、固まんないでしょ、卵が。卵をある程度固まらせないと美味しくないでしょ。これ、麺確かにちょっと少なめかもしれないですね。ちなみにこれは仙台じゃないよ。仙台辛味噌ラーメンっていうのがあって、それが美味しいんですよ。ちなみに仙台以外でも売ってるけど。一蘭のカップ麺とどっちかな。あー、どうだろう。まあでも、一蘭のが美味しかったかもな、もしかしたら。あれ、そもそも値段高いからね。うん。具なしでだって500円とかするんだもん。
え、普通に美味しかったっすけどね、一蘭の。え、そんな、なんかあんまり良くないって人も中にはいるんかもしれないけど。え、俺的には結構美味しかったけど。まあ、好みもあるからな。俺的には、結構美味しいと思ったけど、あれ。あのカップ麺ってまだ売ってるんすかね？もう多分コンビニとかさ、ドンキとかに売ってなそうじゃない？ただ一蘭の店舗にはなんかまだ売ってそうな気がする。あの一蘭の500円ラーメン。完食しました。食べたことないな。500円出す勇気がない。え、なんで？え、別に普通のラーメン屋行って、ラーメン食ったと思えばいいじゃん。普通のだってラーメン屋なんで500円ぐらい入りのラーメンなんていくらでもあるでしょ。